では皆さんおはようございます。社会人アマチュアのためのショパンエチュード公開レッスン第8回特別企画ショパンドビュッシーへの系譜長いですね、を始めたいと、今日は最初総論ということで、1時間程度総論なんですけど、ちょっとこの中身考えると1時間で絶対に説明しきれない内容なんですけど、まあ途中ちょっとお手元 の、 レジュメに従って説明しますけれど、途中ちょっと時間の関係で割愛するところもあるかもしれません。で、まずですね、今日ショパンエチュードとドビュッシーエチュードということなのに、なぜか、レジュメの最初がバッハのとか古楽器のとかなんかずっと続いてて、あれ講座の種類違うんじゃないのって思うかもしれないですけど、どうしてもショパンエチュードとドビュッシーエチュードを説明するにはバッハの説明しないとどうしても説明できない部分が多いので、最初にちょっとそのショパンエチュードとドビュッシーエチュードを攻略していくためになんでバッハが必要なのかというところをちょっと説明していきたいと思います。まず、1番、バッハの練習曲集について。バッハの練習曲集っていうふうに言われてすぐに練習曲集あれだよねって言える人って多分あんまりいないと思うんですね。かなりマニアックな人だと思うんですけど、実はそのバッハの練習曲集っていうのは全部で4巻あって、第1巻が、例の6つのパルティータ、それから第2巻は、フランス風序曲、それからイタリアンコンチェルト、でちょっと第3巻はオルガン系の曲たちですね、4つのデュエットとかコラール前奏曲とか例の聖アンとかですね。であと第4巻が例の不滅の傑作であるゴールドベルク変奏曲、こいつら全部練習曲集で出版されているっていう、まずそこがこのショパンエチュードとドビュッシーエチュードを、勉強していく上でまずバッハがこの練習曲集として今言ったものを練習曲集としているっていうところがまず抑えられてないとダメなんですね。で、練習曲集とは彼は言っていないけれども、皆さんご存知のようにインベンションとかシンフォニアとか平均律っていうのは当然練習曲集的な意味合いがありますよね。だからかなりそういうカテゴリーで、まあ、バッハはこう作曲している。でこのバッハがつけた練習曲集というのを当然ショパンとドビュッシーはもう骨の髄まで勉強しているわけですよ。勉強しないであのレベルに行くわけがないので、でじゃあそのバッハの練習曲集の特徴は何なのか端的に言ってくれって言われて、これ端的に言えるってかなり厳しいんですけど、僕は端的に言えと言われたら、対法と和声が融合したバランスをとって融合した、その美しさというかそういうものがそのバッハの言う練習曲集の、特徴だと思います。バッハがあまりにも有名すぎてモダンピアノの方ってバッハから前の作品ってそんなに知らない人が多いんですけれど、いわゆる対法的なものっていうのは、バッハより前の作品たちっていうのは、あんまり和声的な響きの美しさとかそういうものよりもこう線の絡み方で、対応って作られていくので、そういうものだったんですよ。一方で世俗歌曲みたいなものなんかは、まあ、和音刻む伴奏の人がいてで歌っていう感じであったりして、でそれがバッハの場合はそれが両方融合しちゃったわけですね。つまりバッハ以前に、例えばフーガがあんなに美しく響いたことはないんです。そういう作品はない。つまり、その横の線のこの絡み具合の対法の美しさと縦の響きのこうずれていくこう揺らいでいく それが要するにこうなんていうんですか、こういうふうにこう格子状態でこうザーッとこういくっていう、そういうのが結局バッハ その作品の特徴だと。でそれをもとにそれ以降の全ての作曲家はそれをベースに、勉強して作曲家になっているわけです。おそらく誰一人も例外なく、バッハを勉強して、一流になっています。
で、まあ、つまり、そういう意味で言うと、結局そのまずそのバッハのそういう練習曲集って今僕が言っているものの特徴をまずきちんとつかまないと、それを元にショパンとドビュッシーのエチュードができているんだから、まずそこを押さえておかないとどうしようもないんですね。で、今2番に行ったんですけど、3番、古楽器の長所短所とモダンピアノの相関、これなんで古楽器の話なのって話なんですけど、実は僕が今ここから説明したいのは、この要するに右のペダル、つまり、ダンパーペダル、これが要するに古楽器とモダンピアノの一番大きな差で、古楽器にはダンパーペダルはない。じゃあこのダンパーペダル踏んだごめんなさい、ダンパーペダルの技術がないとショパンエチュードもドビュッシーエチュードも絶対ちゃんと弾けないんですよ。だからダンパーペダルをどうやって踏むかっていうのがすごく大事なんだけれど、じゃあダンパーペダルを踏んだ時の効果ってどんな効果があるのかって皆さんご存知ですよね。音がワーンってこう、なんだ、保たれるっていうか、ダンパー上がっちゃうから音消えないで、ずっとこう弦の振動が止まるまで鳴っていくわけですけれど、そのじゃあそういう表現がダンパーペダルのなかった1750年ぐらいまで、その古楽器の世界ではそういう表現はなかったのかというところが問題 で、そこをちょっと詰めなきゃいけないんですよ。でまずショパンエチュードが作曲された年代も皆さんご存知でしょうけど、まあまあ、大体1830年前後ぐらいのところですよね。あの何年かにわたって書いてますけど、でそれに対してバッハの、まあ今取り上げたような練習曲集とか、まあ、大体1730年前後のところで作られてから100年ぐらいずれてるんですよ。でその100年、ショパンの100年前は古楽器ですから、何があったのっていうと、代表的なものとしてはモダンピアノはない。それで何があったかって、チェンバロ、パイプオルガン、そしてクラビコードですね。この3つがまあ重要な鍵盤楽器だ。で、このチェンバロとパイプオルガンとクラビコードってみんな特徴が違うんですけど、それ全部説明してるとあの時間なくなっちゃうので、ちなみにこのダンパーペダルのついているこのいわゆるモダンピアノの前身のいわゆるフォルテピアノはバッハの最晩年にはもうできていたんですけれど、バッハはそれを愛用しないまんまなくなってるっていうのは文献でいろいろ出てきます。で、クラビコードは、皆さん弾いたことあるかどうかわかんないんですけど、非常にちっちゃい音しか鳴らないです。もうあの僕がこれ今喋りながら弾いたら多分聞こえないぐらい、つまりこの部屋の中で何とかみんなが共有できる程度の音量しかない。その代わり強弱は自在につき、それからもっと恐ろしいことにビブラートまでかけられる。これモダンピアノこんなことやっても全然これビブラートかかんないですけど、これがクラビコードはかかるんですよ。でもちろん強弱もかなりデリケートについてくる。でチェンバロはっていうと機能上当然強弱つかないですね。あのタッチ 強く弾いたら強い音出るとか、弱く叩いたら弱い音が出るって知るものじゃない。構造的にはあのなんていうのかな、こういろいろと二段鍵盤で強弱変えるとかいろいろできるでしょうけど、それブロック的にしか変えられないから、こう徐々にクレッシェンドとかディミネンドみたいなのもできないんですよね。だから表現力で言ったらクラビコードの方がチェンバロよりもパイプオルガンよりも上なんですよ。ところがじゃあなぜ演奏会で使われないかっていうと、もう何しろ部屋の中で一人で楽しむ以外方法がない。例えばバイオリンとアンサンブルするにもバイオリンより全然音量が低いから伴奏にもならないし、ましてやあのサロンとかホールでなんか絶対あの誰も聞こえないので、あの無理なんですよ。でも結局当時から、一番その表現が優れている楽器はクラビコードだっていうのはもう皆さんが、おっしゃっていたことで、エマニュエル・バッハ、ごめんなさい、カール・フィリップ・エマニュエル・バッハのバッハの子供、息子っていうか、まあ、優れた作曲家でもありますけれど、もうそう言ってるし、バッハ自身がクラビコードを一番愛用していたっていうのは、いろいろな、あの記録からもそういうことは言われています。でなんとその今言ったカール・フィリップ・エマニュエル・バッハはですね、文献の中でそのチェンバロとクラビコードについてはクラビコードの表現の習得の方が絶対に大切だと言っています。鍵盤楽器の中でクラビコードがうまく弾ける人はチェンバロもうまく弾けるけれど、
チェンバロだけ上手い人はクラビコードは絶対うまく弾けないことを言っています。で、その今言ったようにバッハが一番好んだ楽器っていうのはクラビコードだ。つまりこの強弱とか微妙な表現がまあモダンピアノできるわけですけど、こういう表現をバッハ自身は好んでいたわけで、別にそのチェンバロやパイプオルガンの方を最優先でというわけではなかった。あれは要するに広ければ教会とか広いところだったらパイプオルガンで演奏しないとみんな聞こえないし、でサロンとかだったらチェンバロじゃないと聞こえないし、そういう用途で使い分けてただけで、彼のとしては当然クラリコード一番好んでいた。これ現代に置き換えてみると多分怒られるかもしれないですけど、チェンバロ奏者がモダンピアノをうまく弾けることは僕はないと思います。でもモダンピアノをうまく弾ける人は訓練すればチェンバロはうまく弾けると思います。もちろんそのかなりの訓練はどちらも必要だけども、チェンバロばっかりやってる人がモダンピアノ弾くのは僕無理だと思います。もうこの微妙なタッチとペダリングとそんなできっこないなって思います。だってそれしなくてもだってチェンバロは音量変わらないんですよ。だから5本の指が全然強弱バラバラだったとしても、チェンバロでは全部均質の音量で演奏してもらえちゃうんで、そういう意味で言うとモダンピアノは演奏は難しいということですよ。はい、それで4番、ダンパーペダルの表現の古楽的表現ということなんですけど、この要するにこのモダンピアノがそのバッハの死んだ後にこうすごいこう できてきたわけですけど、このダンパーペダルですね、これを使った効果っていうのは、まあ、皆さんご存知のようにいっぱいありますよね。美しく使う方法がいっぱいありますけれど、じゃあそういうものはそのバッハの時代まではなかったのかっていう、ちょっとそこにちょっと注目したい。このダンパーペダル踏んだ和声的なこの表現っていうのはまあいろいろあるわけですけど、だけど例えばダンパーペダル踏んでこう例えばこうこうやってこれすごい和音がダーッてこう要するに音が残ってこう綺麗に響くじゃないですか。でもじゃあそれこうすると恐ろしく汚くなりますよね。つまり、これ使い方がものすごく問題です。どうやってダンパーペダルを使うのかっていうと、まず和声的に美しく表現しなきゃいけない、濁っちゃいけない、もうダンパーペダル濁っちゃいけないっていうのはこれもう絶対的な真理です。はい、でしかもダンパーペダルは踏んじゃうと、例えばですね、踏まなければきれいに聞こえますよね。だけど踏んじゃうと、汚いですね。つまりこれ使い方がものすごく難しいわけで、この踏めば旋律は濁るわけですよ。旋律自体踏んだままにしちゃうと濁っちゃう。でしかも今言ったように細かいパッセージは聞き取れない、汚いっていう短所がある。じゃあ、モダンピアノができる前の例えばバッハの作品とかは、じゃあそのあたりどうしてたのよっていうことがわからないと、ショパンエチュードとかドビュッシーエチュードの楽譜に書かれたその意味が読み取れない。でそこに入りたいので5番に行きたいと思います。その、バッハの次にさっき言ったショパンエチュードが100年後に生まれたっていうことはまあ分かってるわけですけれど、そのまずそのショパンエチュードをその音楽的に、まあ、ドビュッシーエチュードもそうですけど音楽的に弾かなきゃいけないということを今はちょっといくつかちょっと弾いてみましたけど、こういうことちゃんと分かってないといけないわけですけど、まずショパンエチュードの6番に行きますけど、ショパンエチュードの目的と練習方法ということなんですけど、皆さんサラビエル版っていう出版社 のコルトっていうアルフレッド・コルトっていう、まあ、往年の名ピアニスト20世紀の人が編纂したショパンエチュードの楽譜とか見たことある人いるかもしれないですけど、練習方法が一曲一曲こと細かく書いてあるんですね。もういろんな分解練習みたいなものとかリズム練習みたいなもので、僕はそれで練習したことが若い頃ありますけれど、
今僕は全曲演奏できるんです。あの今パッて24曲27曲弾けって弾けるんです。だけどそれそういうふうにした僕はそのサラベル版のコルトーが書いてる練習の方法よりもずっと大事な練習方法があることに実は気がついたんです。それがまあ30になる前で20代の時ですね。で、まずそれをどういうことかっていうことをちょっと考えたいんですけど、それはですね、一言で言うと全てのパッセージを和音の分散された、つまり分散和音として捉えるっていう、これがもうまず一番重要なことで、これはバッハでもショパンでもドビュッシーでもあるいは他の作曲家でもみんな一緒だっていうことに気がつきました。で、打鍵するときに大事なのはその和音のポジションを一番手が脱力した状態でその和音のポジションを取ってそれをバラして表現するっていうふうにすれば全然力入れないで、ショパンエチュードとか弾けるようになるんです。少なくとも僕は弾けるようになった。で、多くの人たちがショパンエチュードを練習して腱鞘炎になったりジストニアになったりしたりします。で、それはやっぱりあの練習方法がやっぱりあんまり良くない。で、皆さんに僕が、ここで質問したいのはショパンエチュードとかをどういうふうに弾けるようになりたいかの目的です。ショパンエチュードの楽譜にはショパンの指定したテンポがメトロノームで書いてありますよね。例えば10の1だったら四分音符176だったかな。で、10の2だと144かな。僕数字を覚えるの苦手なんですけれど、あのこれだけはさすがに覚えちゃいましたね。もう何十年もやってるから。で、そのテンポで弾ければいいと思っていらっしゃるのか、あるいは人が自分の演奏したショパンエチュードを聴いて人が感動するような演奏をしたいのか、どっちを選びたいかと。で、前者だと今日のレクチャーはあんまり意味がなくて、音楽的にきちんとこう弾けるようになりたいっていう方には、しかも腱鞘炎やジストニアにはならないでっていう人にとっては今日の講座はすごい有益になるかもしれません。で、実はその根性でですね、部分練習したり機械的な練習してですね、弾けるようにするとですね、ある程度弾けるんですけど、1週間ぐらい弾かないとすぐ弾けなくなっちゃったりするんですよ。で、しかもさっきから言ってるように腱鞘炎とかジストニアになりがちなんですよ。だから、その、なんていうのかな、そういう無理なっていうか、少なくともショパンが推奨していなかった練習方法、それは今僕が言ったのは、ショパンが推奨していない練習方法なんですね。だから、曲芸的に弾けるようにするっていうことじゃなくて、音楽的に弾けるようにするっていうことを、まず、目標にしていただきたいということです。7番、ショパンの作品とバッハの作品の起伏の違い。これショパンはですね、当時の習慣に従ってですね、バッハの時代の、バッハの日々に比べるとかなり多くの指示書いてあります。そもそも例えばまあ何でもいいんですけど、適当にショパンエチュードの楽譜ペラペラめくってもらうと強弱とかスラーとかアーティキュレーションとか あと何だろう、例えばここマルカートとか、レガートとかいろんな標本も書いてありますよね。だけど、今、そちらレジュメにある、ところでバッハのフレがいっぱいあると思うんですけど、バッハのフレ、1番から見ていってもらうと分かるように音符と休符しか書いてないですよね。基本バッハの楽譜ってこれ限定版です。バッハ自身は絶対強弱とかスラーとか書いて、あ、いや、たまに書きますけどほとんど書かない。じゃあ無表情でいいのって言ったら絶対そんなことないんです。だから要するに当時の習慣でみんなわかるよねっていうそういう音楽的な表現はいちいち寄付してない。だから何もバッハのその作品のそのフレーで何も書いていなくてもそこには無限の表現のその内容が、あるので、それを自分で補って初めて楽譜通りの演奏になるということになっています。
で、そのショパンエチュードを正しく練習するための、正しく演奏するために必要な練習の方法っていうことが8番にありますけれども、筋トレのようにですね、練習すれば、多分ショパンエチュードの、まあ何でもいいですよ、10が4でも、10の8でも何でもいいんですけど、ショパンエチュードをゴリゴリとですね、1日2時間ぐらい1曲練習するとですね、まあ3ヶ月ぐらい毎日やると、それなりに弾けるようになるかもしれないですね。だけど、多分それ持続するのは、練習やめるとまたすぐ弾けなくなっちゃうんですよ、これ。そう、全曲、いや私が24曲通しで弾けるようになりたいって思った時に、じゃあその練習方法で練習するとどうなるかっていうと、1曲2時間だから、24曲だと48時間だから、1日48時間練習すれば弾けるようになるかもしれない。だからもうそれはだから練習の仕方が間違えてるってことなんですよ。そういう練習の仕方をしてたら弾けるようにはならない。で、ショパンが、弟子に語った、こと結構文献で残ってますけれど、ショパンは弟子にどういう練習の仕方をしろと言っていたかというとですね、1日の練習時間は最大で3時間まで、連続して練習するのは30分以内、つまり必ず分割しろ、それから、練習した時間と同じだけ楽譜を読んだり作曲の勉強をしたりしろ、これがショパンの弟子にしょっちゅう言っていたこと。つまり、1日今日3時間ピアノ練習しようって思ったら、他の3時間をちゃんと楽譜読んだり 分析したり、あるいは何か勉強したり、そういうのに当てろということです。ということをよく言って、で、ショパンの時代には、まあ、リストの流派とか、いろんな流派の人たちも、ものすごいこうメカニカルな練習の仕方の流派がいっぱいできたけれども、そこでたくさんの人が手を壊してるんですよ。でもショパンの弟子で手を壊した人はほとんどいない。さあそこでですね、その後機械的な練習の仕方をしているとですね、これもう一つ特徴があるんですけれど、デメリットもう一つあって、腱鞘炎、ディストニア以外に年取るとですね、かなり早い段階から技術が衰えて弾けなくなっちゃう、そういう特徴が機械的な練習をしている。あともう一つは、アンプができなくなる。これがすごい特徴、大きな特徴です。だから、演奏が不安定になっちゃったりもしますけど、で、そういうことをですね、なるべく避けるためにどういうふうに、やるかということで、ショパンエチュードとドビュッシーエチュードが、あると考えてほしいんです。で、そのドビュッシーエチュード、ちょっと今概要だけ、ざーっと進んでますけれど、今度、9番ドビュッシーエチュードの概要なんですけれど、これは作曲されたのは1915年ぐらいなので、ショパンエチュードできてから80年ちょっと経ってからです。時期的にはどんな時期かっていうと、もう機能和声の終焉期に入ってて、もうあらゆるその作曲方法は全部で尽くしているような、そんな時期ですね、機能和声系の。で、当然ドビュッシーはそれを駆使した。それがそのドビュッシーエチュードです。で、あとですね、ドビュッシーエチュードには、すごい重要な、お題に重要なことが書かれていて、ショパンへの思い出に捧げるって書いてあります。つまり、ショパンエチュードを思いっきり意識しているということは明らかですね。で、そのショパンエチュードは、後で言いますけれど、バッハ の、その練習曲集の影響を鬼のように受けているので、だから結局ショパンとドビュッシーのエチュードをやるんだったら、バッハ必死とできないと厳しいということを言っています。このドビュッシーの12のエチュードは、音楽史上、ほぼ最強の傑作集だと僕は思っています。練習曲集って、名前が練習曲集ってついてますけど、バッハのゴールドベルク演奏曲の練習曲集ですからね。つまりそういうものだと思うべきで、ハノンとかと一緒にしないのがタイトル、そんなのは微塵もないです。で、じゃあドビュッシーは、それぞれの曲に5本指のためのとか、3度のためのとか、
和音のためにとか装飾音のためにとかいろんなお題をつけていらっしゃいますが、これはその技術を習得するために書いてあるわけじゃない。その例えば装飾音のためのって言ったら装飾音をモチーフにした作品を書いているっていうだけで、装飾音の技術を機械的な技術を習得させようとしているわけではない。で、ドビュッシーエチュードは誤解がかなりされているもので、ドビュッシー自身が余計なことを書いたりするのもいけないんですけれど、でまた彼の性格もあんまりちょっといろいろあるんですけれど、運指について彼はドビュッシーエチュードの楽譜に冒頭に書いています。自分で探せと。でショパンエチュードはっていうと、あの原点版見ていただくと分かりますけれど、ショパンはかなり細かく運指書いています。ものすごい合理的な運指です、本当によく、ショパンエチュードの運指を読めば、僕がさっき言った運指は分散和音としてパッセージを捉えるっていうのが読み解けます。で、そのただショパンエチュードの運指もショパンの書いた運指はちょっと問題があって、彼が好んでいた楽器が鍵盤軽いんですよ、すごい。で今のこのモダンピアノって鍵盤かなり重いので、あの彼の書いた運指の通りだとちょっときついっていうところが何箇所かあって、そういうことも全部加味して、非常に優れた運指を書いている楽譜が、あのエキエル版のエキエル の, あのなんだっけ、イタリックで書き込んでいる運指がすごく、あのそこら辺がよく加味された、いいものになっています。さあそこでドビュッシーのエチュードは運指が書いていないんだけれども、でもちょっと考えてほしいんですけど、これ今あのフレーにあのバッハのフレーいっぱいありますけど、これ限定版ですけど、運指何にも書いてないですよね。そもそもバロック時代の楽譜に運指が書いてあったことなんかないです。だからドビュッシーチュードだけが運指を勝手に決めろということじゃなくて、あらゆる作品の運指は自分で考えなきゃいけないんで、なんかこう、別にそのなんかこれだけクローズアップする人いるんですけど、ちょっと違うかなと思います。で、ドビュッシーの、楽譜は、ショパン の, その楽譜と比べてもらうと分かりますけど、指示がさらにショパンより細かいです。バッハは指示がない。でもそのドビュッシーの棋譜がいくら細かくても、彼の考えていたものは絶対全部楽譜に書けてないです。一音一音の例えば響き具合とかまで全部書くわけにいかないので、だから結局楽譜通りに弾くっていうのはその部分全部補って弾かないと、楽譜通りに弾いたことにはならない。一番補う分量が多いのはバッハですね。で次がショパン、で最後ドビュッシー。だからある意味補う部分が少ないドビュッシーの方が、あのバッハの作品をきちんと弾くよりは楽なのかもしれないです。ただその勝手にその補うわけじゃなくて、やっぱりきちんとそれなんでそうなの、その表現なのってエビデンスがないとダメなんですね。だから伝統芸能ですから、あの自分で自由に弾きたいんだったら私の編曲ですって言って弾くしかない。そうじゃないんだったらきちんと伝統芸能的に弾くべきです。あとドビュッシーの楽譜見てもらうと、あのよくわかりますけれど、ペダル記号何にも書いてないですね。あのすっごい複雑なペダルを要求されますけれど、ドビュッシーエチュードにはペダル記号がない。これは当然自分で全部補うべきで、運指なんかよりもむしろそっちの方がはるかに難しい。はい、そこでやっとこうなんかだんだん本題に入りそうな感じになってきて、12番のダンパーペダルの目的使用法注意事項についてに入ります。はい、ダンパーペダルについてはですね、使い方についていろんな書物が出ています。まあ、あの適当にググってもらうともういっぱいありますけれど、そこから実はペダルの踏み方の真実を汲み取ることはかなり難しいです。でまずあのショパンとドビュッシーで必要なペダル技術は何かっていうことをちょっと今日総論でやっておきたいです。まずさっき最初に言いました目的の一つは、ちゃんと和音が変わったら踏み替えないとダメですよ。これ鉄則です。和音が変わっても踏み替えなかったら絶対弾かないです。もうこれで分かります。ドミソからシリズに変わっただけで踏みっぱなしだったらこんなに汚いんで、
だから絶対に和音が変わったら踏み替える、言い方変えればどこまでが同じ和音なのかっていうことが分からないと踏み替える場所が分からないということなんです。それが読み取れないとドビュッシーのエチュードは楽譜にペダル記号書いてないからどこで和音が変わっているのかっていうことが分からないとダメなんですね。で当然バッハでもペダル踏んでもいいわけですけれど、それも同じ話だし、じゃあショパンはっていうと、なんとショパンはですねかなり親切に書いてくれています。後で説明します。で、目的はだから和音をきちんと保っていくっていうことですね。これがまあ目的の一つです。それとあともう一つは見てますけれど、補足音、よくバスにですねこういう音の上にこう、これ今分かりますかね、これで今ちょっと今ソステヌート踏みますけど、これを残したまんまこうやって和音変わったものを作った時に、これを残したい時に、ダンパーペダルを踏むというのも、一つの目的です。そういう要するに和音を保つ、それから補足音を保つ、鍵盤から指離しても保つ、こういう目的がまずあるんだということです。これ2つありますね。から注意事項3つあります。決してペダル踏んだことで濁るの絶対ダメです。濁るのはもうまずダメ。それから細かいパッセージがあるときにはそのパッセージがペダルで埋もれないように工夫します。これ2つ目の注意事項。3つ目、これが結構皆さんできないんですけど、ペダルを踏むタイミング、タイミングの速さで音の残り具合が変わります。これはダンパーペダルが上がるってことだから、これ今踏んだらダンパーペダル上がってるんで、これでワーンってこう全体に共鳴するわけですけれど、これを弾いてから踏むと弾いた後に、音量が減少して、そこからペダルを踏んでるので他の弦に対する共鳴の幅っていうのは少なくなりますよね。つまり同時に踏むか、あるいは先に踏んでやれば、このアタックした最初の一番でかいこうバンってこう振動数がこう振動数が上がったところでそれが他のところに共鳴していくから、すごいこう豊かな響きになるけれど、弾いてからしばらく経ってから、つまり後から踏めば音量が減少したところで踏むからあんまり共鳴しない。ここの要するにタイミングの違いをどういうふうにやって使うのかというのが3つ目の注意事項です。で、この同時に踏むっていう、ないしは先に踏むっていうのは結構怖くて、濁ったりしやすい、後から踏んだ方が濁りにくい、だけど音は豊かに残らない、まあそういうものをどう使い分けるかということです。はい、それで13番いきます。このダンパーペダルの使い方についてバッハはダンパーペダルなかったのにどうしたのか、でそれが彼は楽譜にめちゃくちゃに細かく書いているんですけど、それについてあんまりメジャーな書物に書いてない。このモダンピアノでいうダンパーペダルの効果は実はバロック時代からあったんですよ。だっていきなり突然変異で生まれるわけがないじゃないですか、この和声的に豊かな響きで。じゃあフレーの1番ってみたいな。フレーの1番は、まあ、バッハのイギリス組曲の1番のプレリュードの、冒頭音です。ちょっと楽譜見てほしいんですけれど、これ一章説明から目からずっと見ていくと、16分部がだーっと並んでいて、2章説明の途中からタイがいっぱい見えますよね。それから音が結構残してあって、3章説明の頭のところまで音がタイで残ったりしてますね。これちょっと弾いてみるとこんな風になってるんですよ。Thank you.
話で、この後これ要するに指でペダルでこの和音を残しているのを楽譜に書いてるんですよ。これ普通の作曲家だったらこの2小節目の後半からはこう書きますよ。わかりますかね、この違い。つまり旋律線に対してペダルを踏んでる効果、ちょっとこれ踏んでみるとこうなりますね。汚いですよ。汚いけれどこの和音は残りますよ。つまりこの和音の中に線があるっていうのを楽譜でこうやって書いてるんですよ。フレーの2番、あ、ごめんなさい、だからフレーの1は前半部分はペダルなし、その2小節目の真ん中からペダルありの効果を寄付してます。次フレー2番、イギリス組曲の6番のプレリュードの1から5小節目までなんですけど、今僕が言ったことをちょっとよーく考えながら、耳で楽譜を言いながら僕の演奏をちょっと聴いてください。タイとかなしだったら、あるいは、右手の、上段の最初の例の音には、普天四分音符の旗ついてますね。これその間を保持するわけですけど、これこういうの全部取るとこうなります。こういうふうになります。確かになんか無伴奏バイオリンソナタとか無伴奏チェロ組曲だったらよくありがちな表現ですけれど、でもそれを要するに豊かな和声音を出すためにペダル踏んでも同じ効果出ますね。最初例えば今手は離してペダル踏んでみるとこうです。わかりますかね。これ指でやるとこうですね。つまりこのペダルを踏んだ効果をバッハは全部こうやって楽譜に表していて、しかも踏んでもらいたいときともらいたくないときを書き分けてる。これがすごく大事で、例えばですね、このフレーにもう細かく言っちゃうともうすっげえ大変なことになるんですけど、2小節目の7拍目、この後のここ上の段、ミードは保持しないように書いてありますよね。で次もレーラは保持しない。これつまりなぜ保持しないのかっていうと、そこをクリアなラインとして響くように、ペダル踏んでいないでクリアに響くようにわざと補足させない起伏にしているわけです。次、フレーの3、平均率1巻の1番、これまあ皆さん知ってるやつですね。僕が弾くまでもないですね。これですね。これバスっていうか左手の音はペダルで残し、上の音はペダルで残さないでラインとしての美しさを表現したいからこういうふうに書いてるわけです。これをフレー2のように上段を書いちゃうとこうなります。これと同じですよね。つまりペダル全部踏んだ状態になるんだけれど、それとこれと比較するとやっぱりこのバッハが書いたやつの方がラインが綺麗にうねって、しかも和声的にはこれがきちんと残って美しい和音がきちんと響くように、その両面性が表現されています。フレー4、後の作曲家でも実はそういう、あ、ごめんなさい、これ名前一応ついてまして、こういうのをフィンガーペダルと言います。
これすごく重要なワードです。フィンガーペダル、あのバロック時代だけじゃなくてバロック以降にもいろんなところで使われています。で、例えばフレイオ、ブラームスの4つの商品109の1なんかはものすごい凝ってるんですけど、これはですね、もう今の説明聞くと多分わかると思うんですけど、これフィンガーペダルで最初書いてあるのがわかります。これ普通に書いて、やったらこうですよね。こうですよね。これペダル踏むと、こうですね。綺麗、綺麗ですね。でもこれ実はそれペダル踏んでいいんだったら、この補足音の表記を1小節目から3小節目でする必要がないはずなんですよ。ペダル踏みゃいいんだから。もうそもそも1890年ぐらいの作品なんで。じゃあこれなんでわざわざフィンガーペダルの書式にしたかというとですね、ものすごいこうすごいすごい響きをブラームスが考えていることがわかります。ですね、これペダル踏んでるとこれが一緒になっちゃうんですよ。だけど上はこのラインをきれいに出したいので、ペダル踏んじゃうとそれがわからないので、あえてフィンガーペダル書式でここもこの響きを、このソの音を残さないでこの響きを作りたい、ここもこの響きを作りたいという意識が、入っていると。次、フレイの5番、イギリス組曲の1番のアルマンドの最初なんですけど、もうここまで説明するとこの、バッハの書き方が読めるようになっていると思います。つまり、これ左手は、ペダルを踏んだ効果を要するにフィンガーペダルで表記しつつ、1小節目右手は16分音符はラインとして独立してきれいに響くようにというのをバッハは考えているんだけど、次の小節では上段も和音として豊かに響くようにしたいというふうに感じら、考えられます。つまりこれ全部この左手と同じように右をやっちゃうとこうなりますよね。だけどそうするとラインが見えないので、つまりラインが きれいに響きつつそのペダルを踏んだ効果を作るためにこの補足精度、かなり高い精度でこのペダルを踏んだ効果というのを楽譜に書いていることがわかります。フレイ6、これ平均律の2巻の9番、のプレリュードですけれど、これはですねもうちょっともうかなり読み解くのが難しいレベルになってきますけれど、これはですね上の段が本当は正しく弾くとこうですね。こんな風になってるんですけど、これ上の段最初ちょっと見てほしいんですけど、これでもいいですよね。つまり一本で、これでも全然音楽的ですよね。これなんでこう書いてるかというと、そのラインの動きの中に一部の音を補足させて和声的に豊かに、こういう和声的に豊かな。
ここからは、ここからは今度なんかデュエットみたいなニュアンスが出てくる。つまり一つの表現の中に一本線のニュアンス、それから和声的な響きの豊かさ、そして二声のデュエットっていう、なんかものすごい分量のものを同時に盛り込んでいる書式になっています。最後はフレー7、プロゴユーのソナタの1番だけど、このフレーでいう3小節目からのところですけど、このこれもあのどうしてこの何ていうのかな、普天四分音符が書いてあるかっていうと、やっぱりこの右手の部分をバラバラの音にならないできちんと和声的に響かせるように一部の音を普天四分音符で書いているということが読み取れます。すいません、ちょっと これの説明が長いと時間なくなっちゃうんで、先行くしかないのかな。ちょっとショパンエチュードのやつでこれがどうやって現れてるかをやらないとでもダメなんで、フレー8いきます。10-3、分かりの曲。これフィンガーペダルを、ショパンが踏襲しているいいサンプルが、3つあります。これペダル踏むとこの段階で今濁ってますよね。でショパンそれ嫌いで何を残したのかっていうと、これ四分音符で書いてます。これできちんとこう和声的に響くように、次もこういうとこも踏んじゃうと確実に濁ります。その時にバス音さえあれば響きがきちんと和声的に響くので、こういうとこつなぎの部分は細かく踏みますけど、こういうとこも踏んじゃうとやっぱりちょっとこれなんか結構印象派っぽい響きになる。こうしてバス音をフィンガーペダルで残しています。フレー9でいうとこのここの部分ももしペダル踏んじゃうとつまりフィンガーペダルを書いています。フレーの10もどこがフィンガーペダルかちょっと後で見といてください。フレー11番、これはまあいろいろあるんですけれど、10-4ですけれど、この、やつでいう2小節目、これもし、8分音符なければこうなります。これラインとしては綺麗だけど8分音符残すことでこのように和声的に綺麗に響きます。フレー12、これさっきやったので省略します。フレー13、10-1、これ、ショパンが、ペダル記号を、非常に丁寧に書いてくれているというサンプルです。和音が変わったら踏み替える、もうこれ鉄則ですけれど、ショパンはこのペダル記号でここまでは同じ和音として捉えますよというのをこのペダル踏む離すの記号で書いてくれています。つまり、最初がここは要するにこの、正ドアの1の和音ですね。で次ペダル踏み替え、これってA ドアの4の和音で、で次ちょっと異音がありますけどこれドッペルドミナントで、これまあ一応Gドアの1って考えてもいいですね。で Gド
ドラム4、はじめ5歩で、これは、まあ、ドッペルドミナントの第5の下方変異で、これ最後あの 上行してますけど、これ最後はあのセイドアの5の和音というふうに、和音が変わるたんびにちゃんとショパンはあのペダル記号を書いてくれてます。だからあこれすごくショパン親切です。フレ14もそうです。これあの25の1ですけれど、これも、和音が変わって濁りそうな、和音が変わるときにきちんと踏み替えるようにしています。だからペダル記号がちょっとぐらい左右にずれてるとか読む必要ないんです。つまりそこの区間が同じ和音だぞっていうことを読み取ってくれればいいんです。で、フレー15、10の8、これは、さっき言ったバス音をきちんと補足するっていうことを目的にペダル記号が書いてあります。このこれペダルずっと書いてある通りだとこうですよね。要するに2小節目の1拍目のところまで踏むから絶対汚いです。こんな風に指示書くわけないんですよ。このペダル記号はペダルを踏み続けろという意味ではないです。このバス音の F、 これあじゃない、これがずっと、その2小節目の頭まで響いているニュアンスで弾いてくれという意味です。そうしないとこの可愛らしいこのなんていうのスタッカートとこの装飾音の、これがペダル踏んだらこうですよね。全然効果がない。だからこれペダル踏み続けろの意味ではないんですよ。補足音をちゃんと伸ばしてくれという意味です。つまり、その上のフレー14とか13のペダルの意味とこの10の8のペダルの意味は違います。誤解されるのがこの2段目のこのこれここの何だこの楽譜でいう5小節目、これよくあのペダル記号がですね、これミの上、ミの真下にないですよね。ドの下にありますよね。だからこれこうやって弾く人いるんですよ。全然意味が違ってて、これそこまでの流れで言うとこれがバス音でずっと来て次がミにずれているんで、この今言ったこのミドドのやつはこのミをバス音として残せという意味でペダル記号を書いてあるんで、これ残してペダル踏まないとダメなんですよ。というふうに、もうこのショパンのペダル記号の読み解き方は2種類あるので、これ本当に注意しないと綺麗に響きません。フレー16と17はちょっとほぼ同じ意味ですけれど、これフレー16の方だとこんな感じですよね。でこれずっと踏んでるとあんま濁んないんですけど、やっぱりこういうところがやっぱり濁ってるように聞こえるんで、これは何が理由か目的かというと、これがあたかも小説のうちずっと響いてますよと、つまり普天二分音符ですよと、で次の2小節目はこれが普天二分音符ですよとという意味です。で3小節目からはペダル書いてあって、やるとどうなりますかね。これずっと踏んでたら汚いですよね。これ何言ってるのかというと、これはペダルは和音変わったら踏み替えるのは当たり前だよね、だから一個一個踏み替えるのを僕はわざわざ書きませんよということで、一個一個踏み替えていく、だけどペダルはいりますよという意味です。フレー17も基本同じです。バス音を残すためということというか、バス音を響かせろという意味なので、あの読み方は間違えないようにしましょう。フレー17の場合バス音のこれスタッカートついてますけれど、
スタッカートは切るっていう意味だけじゃなくて強調するという意味があるので、これは強調し、なおかつ、ペダル記号が書いてある間、すなわち2分音符の区間、この音が響いているようにバス音が響いているようにペダル踏んでくれという意味です。フレーズ18、ここではですね25の2なんですけれど、これものすごい難しいエチュードで、正確に読み解くのが難しい。これ和音はこれで一つですよね。で次もこれで一つですよね。これ一つこうなってますよね。でなぜかその次ペダル記号書いてあって、次また書いてない。これ書いてあってこれ書いてない。これ何かですけど、ものすごい読むの難しいんですけど、結論を言うと、もし踏むとですね、汚い。つまりここ実はきついんですけど、10度届かない人は。左手は何も書いてないですけど、すら書いてありますよね、左手。これフィンガーペダルで残すっていうのをよく表す記号の一つです。つまり、残せば、このようにして濁らないで弾くことができます。最後、フレーズ19は、これは和声的にきちんときれいに響かせるためにペダルが書いてあるのはもうお分かりだと思います。最後のサンプルです。フレー20、これはですね、例の、これですけれど、これはペダルの意味は一個一個一小節ごとに和音変わってますよの意味の他に、このバス音プラス旋律線をきれいに、全音符で一個一個が全音符で響いているように、ペダルを踏んでくれの2通りの意味があるということです。はい、さあ急がないと。それでですね、やっとダンパーペダルの部分が、説明が終わったんですけれど、あともう2つだけちょっと触れておきたいことがあります。今のペダルのやつは、ドビュッシーのエチュードにも、まあ、いっぱいそのどう踏むかっていうのはあるんですけれど、ここではやらずに個別の曲でやっていくことにします。で、あと2つ、テンポについてと運指の決定についてということについてどうしても説明したいことがあります。テンポについて、全部語れませんけれど、バッハもショパンもドビュッシーも作曲家がテンポ変えろ、要するにリタルダンドとかアツリランドとかストレートとか、要するに作曲家がテンポを変えろというふうに指示しているところ以外はテンポは一定です。これ大前提です。それは、まあ、バッハは自分であんまりそういうこと言ってませんけれども、当時としてはそれは当たり前の話で、ショパンは弟子にもうテンポ一定で弾いてくれないと思う、レッスン見ないぞみたいな感じで、かなりテンポを一定に弾くことをうるさかったわけです。でドビュッシーは押して知るべしで、指示してないところは全部テンポ変えない、もうどんな跳躍があろうとどんな弾きにくかろうとテンポは一定、これが大前提です。ただテンポが一定っていうのはですね、音楽的に正しい拍子とか、あるいはリズムのニュアンスとかですね、あるいはまあ拍節とか、あるいは転調するときとか、ニュアンス変わるときに、テンポが少し伸び縮みするのは大前提です。例えば何かね、ウィンドワルツとかありますよね、なんだっけ
少し短くて200ミリちょっと伸びるような、これはもし全部正確に弾いたらそれウィンナーワルツっぽくないわけですよ。だから正しいテンポでっていうのはそういう音楽的なあのなんだろう作法を全部表現した上でということです。それからですね、あとはあのショパンは古典派様式で書かれているので一小節ごとにタクトを取ってテンポ通りに弾くとサイレンみたいに回っちゃうんで、あの4小節を1小節1拍で4拍って捉えたり、ワルツなんかよくありますけれど2小節をペアで1拍にしてその2小節が4つあった8小節を4拍としてカウントの頭の中でカウントして表現する、それによってこのフレーズの膨らみ具合を作るっていう、そういう風にしないとテンポ通りに弾いたイコール単調なサイレンの演奏になるっていう風になりますので、そこは注意が必要です。最後運指の決定、これさっき分散和音として捉えてくれということを言いましたけれども、ここではもう一つ補足したいことがあります。本当は二つあるんですけど、一つ親指がですね黒鍵に来てしまうっていうのを避ける人いますよね。例えばこのこれアスドアのやつだとこれ絶対こうやって親指が発見くるように弾きますよね。こうやってあんま弾かないですよね。だけども、例えばどうしようかな、音形ってよく出てきますよね。これ1個のモチーフでこういうモチーフ出てきた時にはこれを11こうやって1の指が発見に来るような運指をするのは得策ではないです。同じモチーフというのは同じニュアンスで表現されないと、例えばあそこにあるようなこう図柄とかもそうですけど、タイルって全部一個一個のタイルは同じように、同じ形になっていないとタイルとしての意味がないですよね。同じことでこの 1,2,3 という指で出る、ニュアンス、これを親指が黒鍵に来ようが白鍵に来ようが、全部同じ 1,2,3 で弾いた方が同じニュアンスで弾けます。だから黒鍵を、に親指が来ないように、演奏することは少なくともモダンピアノではもうそういう考えは捨てた方がいいです。例えばですね、今手元にショパンエチュードの楽譜があったらですね、ちょっと10の1の33小節を目を見てほしいんです。これショパンエチュードやるときにどうしてもこういうところがおろそかになる人が多いので一応どうしても触れておきたいんで、ショパンエチュード10の1の33小節目ちょっと見てください。こうここです。33小節目これ親指がこう黒鍵に来るんですよ。でこの曲ってこれって1245と1235の運指の組み合わせで全部弾くようになってます。だけどここの今33小節目が親指が黒鍵に来てるからっていう理由でこれを2にして、でファを1にしてラを2にしてレを5にすると、つまりこうやって弾く人いるんですよ。その方が手も広がらないし弾きやすいんですけれど、この今までの運指とここの部分だけ変えてしまうともう響きのスタイルが全然違う響き方になり、しかもそこだけテンポが絶対一定になる。だから同じモチーフは同じ運指で弾く、これはものすごく重要なところです。ショパンエチュードのショパンの書いた運指をよく見てそれを守るようにすると、あ、確かにショパンはそうやって運指を書いているということがわかります。すいません、あともうちょっとだけ、
17番、運指の左右の配分の変更について、これ引きにくいところをですね、右手だけだと引きにくいから左手で一部助けるとか、その逆とかよくあるんですけど、僕は可能な限り避けるべきというふうに考えています。理由は音楽的な理由です。つまり例えば、ショパンエチュードの 10-2 これのここの部分って左手開くじゃないですか。ここだから、2小節目こうやって左手取ると一瞬右手が楽になるんで、こう例えばここで他の指2とか1の指を使っちゃうことができるんですよ。そうするとこの10の2ってこの3、4、5の指だけでずっと弾いてるから疲れるんですよ。正しくない弾き方すると。でこういうところを左手でうまく助けながら弾くと、こう例えば4小節目もこれを左手助けると右手が少し休まるんですよっていう箇所があるんですけど、それは僕はおすすめしない。なぜかっていうと、そこだけ絶対ニュアンス変わります。例えばこういう人がいっぱいいます。めちゃくちゃ変ですよ。で自分じゃ綺麗に弾けてるつもりでいて もうまず大体聞くともう分かっちゃうんで、その異質のものなんですよ、左と右って。だからその作曲が配分を与えているもの以外のものはなるべくやめた方がいい、配分変えるのは。ただどうしても配分変えないと私は物理的にそこが弾けないっていう場合は仕方がない。どうしてもそれでも弾くんだったらそれは使ってください。だけど普段から安易にちょっと弾きにくいからこれ配分変えちゃうみたいなのは絶対やめた方がいいです。はい、18番、ドビュッシュエチュードの表現上の注意。ごめんなさい、ドビュッシュエチュードは印象派ではありません。まずここ押さえてください。まあ、当たり前ですけどロマン派じゃないです。で、印象派ではありません。もうそれ過去なんです。ドビュッシュエチュードはロマン派の後の印象派の後の象徴派です。だから様式がかなりそのドライな様式なんですね。でつまりそういったそのロマン派とか印象派の表現、こう印象派っていうと例えばこうもう世界じゃないんですよ。こうふわーっとした世界じゃない、非常にカチッとした世界です。で、つまり、そういうそのバロック時代からの全ての語法を、使わないとドビュッシュエチュードはまあ弾けないんですけれど、ただ最終的にドビュッシュエチュードで何をしなきゃいけないかっていうとですね、バロック時代から言われているボングール、つまり良い趣味、ないしは、よく僕らが言うとこのエスプリ、要するに上品で洗練されている、これがもうドビュッシュエチュードには絶対的に必要です。もう そろそろ、19番、一般的なアプローチの方法と態度についてですけれど、さっきショパンが弟子に言ったことを皆さんきちんと考えてほしい。つまりもうドビュッシュに限りませんけど、まず読譜して自分のできる範囲で分析して、楽譜に書かれた情報をどうやったら正確に表現できるか、これに集中することがもう基本で、個人の趣味とかこう弾きたいとか好みとか そういうのを反映させるのは諦めましょう。そんなものはこのレベルの作品には全く役に立たないです。だってヨーロッパの音楽の歴史って何千年もあってですよ。でその間蓄積がされていって伝統芸能ですよね。でその中で例えばショパンとかバッハとかドビュッシーってとてつもない天才ですよ。その人たちが僕らの何十倍か何百倍か使ってこういう作品書いてるわけですよ。だから僕らはパッと見て練習して弾いてる時の理解度とはもう桁が違うんです。
だから一個人がこう僕は弾きたいって思うものがその楽譜に書かれているものを超えるなんていうのはもう確率的にほとんどないです。それだったらまあそれはあなたは多分ショパンよりも天才なんでしょうねっていうことになるだけの話で、だから確率的にゼロじゃないけどまず起こらない。だからまずその作曲家のそのなんだろうこう語法を例えば和声対語、まあ、ドビュッシーだとただの対語じゃなくて和音対語っていうのがありますけど、あと境界線法とか全音階とか、まあ、いわゆる MTL ってやつですね、一音の限られた線法とか、そういった語法とかあるいは響きの遠近感とかそういったものをまず全部ドビュッシーが使っている語法をまずこうなんだろうきちんと理解してその美しさを表現しようと することが先決で、で実はそれやるとですねなぜか個性的な演奏が生まれるんですよ。逆説的なんです。例えばモネが睡蓮ずっと見続けてあのたくさんの睡蓮の絵ありますよね。あれ彼は睡蓮の特徴どうやって出そうかと思って1日何時間も睡蓮ずっと見てるんですよね。で結果的に出たものめちゃくちゃ個性的じゃないですか。彼は睡蓮の美しさを出そうとしてるんですよね。つまり、本当にその本質に近づくとちゃんと個性が出てきます。だから、まあ、そこはあのきちんと信頼してあの楽譜通りに演奏してほしいです。あと重厚な響きとか巨大な音量とかですね、爆速とかですね、そういうのはもうあのやめましょう。あのそんなものはショパンエチュードとかドビュッシーエチュードには何の役にも立ちません。それこそ最後の和音のためのっていうエチュードありますけれど、これにも全く役に立たない。だからそういうのが好きで勝負したい人はこういう曲たちはやらない方がいいです。以上、ちょっと長くなりましたが総論は以上です。はい。